こんにちは、萌です。今回はアクリル絵の具です。で、キャンバスにアクリル絵の具で絵を描いていきます。で、今回描くのはグミベアです。あのグミの、クマのグミですね。それをちょっと立体的な感じで描いていきます。こう、お部屋にあるグミベアが浮いてる感じの絵を描きたいと思います。で、今回使っているこのキャンバスは、前にちょっと描きにくいなって言っていた、ポリエステル、コットンとポリエステルが混ざったキャンバスです。やっぱりね、私はポリエステル入ってるのあんま好きじゃないですね。で、しかもこの、縫い目、生地の縫い目がこう均等なんですけど、それもね、ちょっとボコボコしすぎというか、なんかツルツルしてる感じで、あの縫い目がしっかりボコボコあるんですけど、それもちょっとありすぎだなっていうのと、目が粗いっていうのと、あとはその表面がジェッソをちゃんと下地塗ってあるものなんですけど、それでもやっぱりちょっとこう水を弾く感じがします。なのであんまり好きじゃないんですけども、がっつりアクリル絵の具を塗りたくっちゃってから描いてます。で、これ背景の部分もグラデーションな感じにして、この真ん中にね、グミ部屋を描いていきます。で、今回はアクリル絵の具なんですけど、このグミ部屋をまた、あの前に描いた、クラゲの絵とかみたいに、夜あの暗いところでブラックライトを当てると光るようにさせたいので、蛍光の絵の具も使っていきます。で、その蛍光の絵の具は、結構ね、ガッシュ、アクリルガッシュから出てるものが多いので、今回はアクリルガッシュも使ってます。ただこの辺はあの最後だけ使うので、この辺は普通のアクリル絵の具です。最後の最後にちょっとその、光る部分を足したいところだけアクリルガッシュを使います。で、私は普段あんまりアクリルガッシュ使いません。前にもちょっと話したかと思うんですけど、あの蛍光、このね、蛍光色だけはアクリルガッシュ持ってるんですけど、他はね、もう全然使わないので持ってません。で、アクリル絵の具とアクリルガッシュの違いがあんまりわからない人もいるかと思うんですけど、アクリルガッシュはあのなんかポストカラーみたいな、もうマットなカラー、もうすごいツヤなしなんですけど、アクリルガッシュってこう後ろが透けないようにこうソリッドに、なんていうのかな、単色で塗りつぶしていくみたいな絵を描きたい時とか、例えばイラストとかそういうものにはアクリルガッシュって結構向いてます。で、後ろが透けないので、こう一色にね、こう塗りつぶす作業っていうのはすごく楽にできます。ただこう人物画を描くとか風景画を描くとか、まあ、あのこういう写実的な絵を描く時とかっていうのは、グラデーションとかそういうのが普通のアクリル画の方がうまくできるので、あの描きやすいので、その辺はね、アクリルガッシュじゃなくて普通のアクリル画の方がいいです。なので私はアクリルガッシュはね、そんなに使えません。この光らす時だけ使えます。で、今これ壁の柄を描いてるんですけど、水玉にします。で、この水玉も遠近感が出るように、本当はまん丸の水玉なんですけど、奥に行くにつれてこうちょっと平べったい感じにしていくとか、横と縦の水玉のこの形を変えるとか、そういうのを工夫して遠近感を作っていきます。で、これもね、手書きなので慎重にあの丸をね、描いていきます。これももう本当、もう手書きなので、自分のこの筆の使い方次第でこの丸みが変わってきます。なので結構慎重に描いてます。
で、前もちょっとお話ししたんですけど、絵を描くときに結構筆の使い方があんまり分かんないとかちょっと難しいっていう人は丸、このね、丸を描く練習をするのがすごくいいと思います。この毛先を使ったりとか、この毛の根元の部分まで使ったりとか、このカーブを描くっていうのが結構筆になると苦手な人は多いかなと思うので、このね丸、これは楕円ですけど、声援を描いてみる、まん丸描いてみるとか、それをきれいに塗ってみるとか、そういう練習もいいかなと思います。ちなみに今使ってるこの筆は平筆です。長さが1センチぐらいなんですけど、横幅は、0.5 センチぐらいですね。それ結構細めの平筆です。でこれ書いてます。結構最近平筆使うことが多いですね。あとはラウンド型の筆の細いやつとか使います。でグラデーションを作るときには平筆の方がラウンドの尖ってる筆よりもおすすめです。綺麗にねグラデーションが作れると思います。先の方が毛先がとんがりすぎてると、どうしてもそこでねグラデーションがうまく作れないことがあるので、人の肌とか描くときとか、こういうグラデーションの部分とかも平筆の方がおすすめです。でハイライトをどんどん足していってるんですけど、この辺からガッシュが入ってます。なので若干ねこうやっぱりグラデーションしにくいんですけど、ガッシュと普通のアクリルを両方混ぜてます。私はなのでマットになりすぎないように、両方混ぜて使ってます。であとねある色が限られてるので、蛍光色の方は黄色と緑かなを使ってたんですけど、それだけだと色味がちょっと変わりすぎちゃうので、普通のアクリル絵の具を足して色を調節して描いてます。でこの辺は声援ですね。丸をどんどん描いていきます。これは一番後ろの壁になるので、横とか上と上下の丸よりも小さく描きます。でこのガッシュを塗ってる時、ちなみにどうやってどんな風に光るのかっていうのが目に見えないので、ちゃんとブラックライトを当てながら調節しながら、どこが光ってるか、どこが光ってないかとか、ここの方がもうちょっと光った方がいいなとか、そういうのを見ながら描いてます。でやっぱりアクリルガッシュはマットな仕上がりになるので、もしそれをツヤを出したかったら、これ描き上げた最後に、グロスとかね、ちょっとツヤ出しのニスとか、そういう保護剤を塗るのをおすすめします。でこんな感じに出来上がりました。浮いてる感じに見えますでしょうか。ちょっと影も足して、このねグミの感じ、こうツルツルじゃないんですけど、ちょっとこうマットなツヤ感みたいなのを出してみました。そして暗くするとこんな感じです。暗くしてブラックライトを当てると、このグミ部屋だけ光ります。この周りの部分はねこう紫に光ってるんですけど、これはただライトを当ててるだけで、そんな実際は全然光ってません。このねグミ部屋が浮き出てる感じになります。で暗いとこからちょっとずつ当ててあげると、こんな感じでね浮き出てくるっていう感じです。こんな感じで出来上がりました。今回は、キャンバスにアクリル絵の具、アクリルと、ガッシュ、蛍光色のガッシュを使って、この暗闇でもブラックライトで光る絵を描いてみました。インスタグラムもやっているので、そちらもフォローよろしくお願いします。ではまた次の動画で。
バイバイ。